WWS チャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。 SK48 の高柳あかねです。ということで、新年明けて1月になって2020ですね。なんと1月の15日に SK48 のニューシングル、そういうとこあるよねという曲が発売になります。イエーイ。そしてカップリングとして、私自身初のソロ曲青春の宝石という曲が収録されることになりました。ありがとうございます。ということで、私も11年続けてきた SK48 この春卒業するということで、まあ卒業があるから寂しいっていう気持ちもあるんですが、まだ残りの時間ありますので、みんなと思い切りアイドルを楽しんで、皆さんも巻き込んでアイドルの姿の私をしっかり見ていてもらって、こう次のステップである私の夢である女優という夢を叶えて、みんなに一つでも多く素敵なこうお知らせをできるように、変わらず高柳明音突っ走っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今年もよろしくね。バイバイ。